そうですか、伴奏ちょっとお願いして、ね、進むまま。はい、もう一人、替え歌をわざわざ作ってきたというですね、彼が作ったんですけども、脱原発金曜デモのさすらいのデモの、あっぱれ男、晴れ男なんですね。彼が来るともう絶対雨降らないというですね、いうことで、一度も雨降ってないんですよ。ということで、今日はもう元気にやりましょう。流してください皆さん。金曜デモのデビュー名物です。まあご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、玉本九さんの明日があるかの替え歌作りましたんで、ぜひちょっと下手くそかもしれないけど聞いてください。お願いします。標準語使わないで喋ってください。みんな俺がさめっちゃええ替え歌作ったけど、みんな聞いてやったのでおさめて。
昼間やったり夜の人たちもたくさんいらっしゃいます。それでそこの、首都圏の、脱原発の連合みたいのを作ってですね、みんなでやろうっていうところので活躍してたですね、西村さんが今日は見えてますけども、ちょっと準備があるみたいなんで、一人その前にどなたかにスピーチを、お願いした後に、お願いしたいと思いますので、さあじゃあ今日ちょっと手を挙げていただけませんでしょうか。今日初めてデモに参加したという方、ちょっと手を挙げてください。はい、立ってるか。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。はい、それではね、初めて来てちょっといきなり喋れっていうのも、ね、辛いものがあると思うんで、それはさておき、どなたか発言したい方いらっしゃいましたら、ぜひこの際ですから、いいでしょう、お一人でも二人でも、はい、手を挙げてください。どうぞ、手を挙げなくてもこっちに来てください。いいですよ、アピールして。はい、いいです、いいです。はい、こちらの可愛いのぼりを持って、はい、お願いします。皆さんこんにちは、愛国宮城の笹田と申します。今日はですね、さっき西さんも選挙が始まったという話をされましたけども、脱原発法案を、作ろうという運動の紹介を皆さんにしたいと思います。皆さんそういうのを聞いたことがあると思うんですけども、今日本全国の原発は大井の3号4号を除いては止まってるわけですけども、まあ、それは毎週金曜日のね、このデモとか、あるいは首相官邸前の行動とかに現れているような、大勢の市民、国民のですね、圧倒的なその脱原発への国民世論というか、その民意でですね、政府にプレッシャーをかけて、再稼働を食い止めているわけですけども、なかなか、どこまでいつまで食い止められるかというのは、選挙もあるし、厳しいものもあります。でそういう中で今のこの原発ゼロに向けた動きをですね、法律として明確に、法律でですね、確定していこうと、固定していこうということを考えて、脱原発法案というものが国会に上呈されています。でこの運動は大井健三郎さんですとか、坂本龍一さんですとか、杉内寂聴さんですとか、鎌田聡さんですとか、あるいは東海村の村上村長だとか、いう方々が呼びかけになって始まっていて、全国のネットワークで進められています。で、その法案を提出して、これから審議だぞというふうに思っていたときに、解散になってしまいました。で今現在は上呈されて継続審議ということになっているわけなんですけども、今度この総選挙で、受かる議員さんは、衆議院は必ずもう一回上呈されますから、この法案の審議議決に加わるわけですね。でその時にこの脱原発 法案に、賛成するのかどうかということを、立候補者に問おうという運動を急ピッチで進めています。宮城県内1区から6区に約20数名の25人くらいの方が立候補を予定しているんですけども、まあ、その方々に、アポを取ってですね、この脱原発法案に賛成ですか、どうですかということを聞いてですね、賛成だといえば政策契約書を結んで、明確に脱原発の立場ですよということを表明してもらおうということをやっています。でそれをサイトに発表して、皆さんが投票するときの、有権者が投票するときの判断材料にしていただこうという活動です。今日本の原発は、原子力基本法というものがですね、そういう法律が日本にあって、そこに、原発推進を国策とするということが明確に書いてあるわけです。それに基づいて原子力が推進されています。でそれに対抗するものとして、それに対するいわばアンチテーゼとして、脱原発基本法を定めて国策として脱原発をやるんだと、脱原発が国策なんだということを法律で確定しようという活動をやっています。でその今度立候補する方にそのことの賛否を問うと。でそれをサイトで発表しますので、ぜひ脱原発基本法ネットワークというようなキーワードで検索すると出てくると思いますので、皆さん注目してください。よろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。それでは先ほど話しました東京からいらっしゃる西村さん、
あと番頭の方もじゃあ自己紹介しながら。はい、あ、西村と言います。東京から来ました。さっき説明していただいた東京の反首都圏反原発連合では自分はそんな偉いあれじゃなくて現場の警備スタッフとかそういうのやってます。はい、で今日は一曲友達のシンガーソングライターと陸王くんっていうのがいるんですが、彼が作った歌、先週彼のライブで聴いてすごく良かった、素晴らしかったんで今日はそれを歌います。手伝ってくれるのは、地元仙台のブルースギタリスト、大場隆人君です。よろしくお願いします。じゃあこれから歌うんですけれども電気を使わないでやりますんで、広がってる皆さんもうちょっとキュッと前の方に寄った方が聞きやすいと思います。あ、鳴り物を打ってる方もし合わせられたら合わせてください。三拍子ですかね。三拍子、はい、いきまーす。はいよ。豊かな暮らし、明るい未来、辛い過去に別れを告げて、あなたに夢を託しました。明日への神話は崩れ落ちた、途方に暮れる日々の中、始まりはお別れから、ありがとうさよなら原子力。ささやかな夢、果てない欲望、パンドラの箱、誰も答えを知らないままに、新たな夢を描き始める。明日への希望は朝日とともに、風の中に、大地の中に、本当にお世話になりました。ありがとうさよなら原子力。
ありがとうさよなら原子力発電所という曲です。友達の利口くんが作りました。いいな、いいね。YouTube とかですね、検索していただくと西村さんの名前でドドドッと演奏してる、東京のね、大きな集会の中で歌ってる姿なんかも映ってますので、ぜひご覧ください。やっぱりね、いろんな形でアピールすることがすごく大事だと思っておりまして、実は司会者なんですけど、ちょっと一つだけ宣伝してさせてください。臨海映像というですね、まさに原発事故のことを劇にした青年劇場という劇団が作った、これ30年前にですね、仙台でもあってるんですよ。石巻でもちょうど女川の反対運動が起こってるあたりに上映されて、でこれが本当に現実になってしまったということで、全国公演が来年始まります。そんなことで、こういう演劇もいろんな、そういういろんな形でみんなの心に届くような運動をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。そのうち私チケット配りに行きます。はい、もう一つですね、その表現、若い感覚で私たちはこういうふうに表現したいという皆さんがいらっしゃいます。それで紹介しましょう。じゃあどうぞこちらの方に、前の方に少しそういうグッズをちょっとそこ開けてください。ちょっとそこね、はいはい、はい、通れますかね。はい、どうぞどうぞ。ちなみにこれが先週ご紹介したサプライズです。これで驚かない人いないと思うな。はい、じゃあちょっと上がっていただいて、代表の方かどうか分かりませんが、ね、今日サイレントデモということで、いろんな表現で脱原発を若い感覚で訴えたいということで、参加していただきました。紹介します、どうぞ。じゃあ、どうもこんにちは。ノーボールデモを今回やろうと思ってます、伊藤テレテと申します。私はですね、震災後にこう原発の問題とか気づいたんですけど、でデモに参加するようになったんですが、そのデモに参加するときにコールってみんなこう声を掛け合うじゃないですか。でその一つ一つのコールっていうのが、なんか私は全部それに賛同できるかっていうと難しいっていうこともあったりして、そのいろんなことを思っているんだけれど、一つの言葉にするのってとても大変だなって思って、今回は、言葉の代わりに、コールをしない代わりに、こう人参だったり、まあ、野菜だったり食べ物っていうのは本当に放射能に汚染されてしまったものとか、食器だとかそういうものを持ちながら何も言わずにただ、歩くっていうパフォーマンスをしたいと思っております。特に若いとか関係ないので、あんまり自分がこう声を出すとか、その大きな声を出すっていうのがあんまり得意じゃないなって方は一緒に後ろの方で歩きましょう。はい、食器とか野菜とかあるので一緒に持って歩きましょう。よろしくお願いします。はい、お願いします。本当にですね、一応賛成会っていうのでいろんな意見が出るんですよ。あまりね、こういうそのやめろとか反対という言葉ね、みんな推定の大変なんじゃないかとかですね、これが千人ぐらいのデモになればね、静かなところとうるさいところといろんなのがあっていいと思うんですけども、ちょっとまだ少ないんで、もう少しでかくなったらですね、本当にいろんな形でアピールしていければいいと思ってるんですね。そんで今日は、幸いなことにグループが参加してくれましたので、ちょっと私初めてで声出すのちょっとね、ちょっとついていけないから、今日はちょっと後ろで無言でうるっと気持ちを顔に表して表現したいという方は、どうぞ一緒に後ろの方についてください。お願いいたします。はい、ということで、はい、今日はね、久しぶりにいつも夜ばっかりなんですよね、残念ながらね。で昼間なかなかやれなかった、たまたま今日はラッキーでした。ラッキードラゴンじゃありませんけども、昼間と金曜日が重なったから、今日は昼ということになりました。で久しぶりに参加して お子さん連れということで参加してくれたグループがいらっしゃいます。帰るのはという方のね、人たちが何人来てると思うので、ちょっと一言どうですか、こちらでアピールしてください。はい、帰るのはの方どうぞ。あ、いらっしゃいましたね。はい、はい、どうぞ、転ばないように。はい、どうぞ上に上がってください。はい、転ばないように。ここ、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 
寒いとこありがとうございます。あ、ちゃんといろんなの作ってきてくれたんですね。はい、じゃあどなたにマイクを渡しますか。はい、皆さんこんにちは、会場と申します。すいません、今到着したばかりでちょっと息がまだ上がって申し訳ありません。今日は普段いらっしゃらない方もいると思うので、ちょっと自己紹介させてください。私たちはカエルの輪というグループです。福島の事故が起こった後のこの日本で子どもたちの未来を少しでもいいものにしたいと思って声を上げていきたいと思う母親のグループです。カエルの輪のカエルはみんなで考える、社会を少しでも変えていく、そしてふるさとに帰っていく、いろんなカエルを集めて輪にしていきたいと思っています。具体的な活動としては、今私たちの周りで起こっていることについて勉強会を開いたり、あと新聞を発行したり、あとはこうして昼間のデモに参加したいと思っています。地区でもし声を上げたいけどもどうしていいかわからないという方がいらっしゃいましたら、ぜひ会員の輪を召喚してください。よろしくお願いいたします。大丈夫ですか？なんか言いたいことない？今の大人たちにしっかりしろ、俺の分投票よろしくとか。そう、はい、じゃあお母さんたちとね、思いを一つにして頑張ってください。ツイッターとかでもね、カエルのはいろいろ検索するので出てきますので、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。今日はじゃあ元気に頑張りましょう。どうぞね。はい、ありがとうございます。さあ、それじゃあですね、いろんな皆さん宣伝でもいいので原発とかに関することはということで、実はさっきの私紹介した臨界元素にも、最初から関わってる方で、被爆労働者のことを非常に取材して発表した本も書いてる方で、樋口健一さんという方が今度仙台にいらっしゃいます。でその、主催をしている方が来ていらっしゃるはずなんですけども、どなたでしたっけね。ぜひ、あ、はい、じゃあちょっとこれを宣伝していいですよ。はい、あ、どうも皆さんこんにちは。私もこういうところで話するのはどちらかというと増えての方なんですけれども、宮城県保健協会っていう会の保健で良い医療ということでいろいろやっている団体なんですが、そこの事務局にいたものですから、実はやっぱり原発の中で働いている労働者が汚染された水に足がつかったとか、以前にも東海村だったでしょうか、臨海事故でやっぱり亡くなった労働者のことをちょっと思い出すんですね。でそんなことを思っている時に、ちょうどその元職場の方で主催は核戦争を防止する宮城医師歯科医師の会なんですけれども、こちらの方で、12月1日に皆さんにチラシはお渡しした方もいますけれども、仙台弁護士会館4階で隠された被爆労働、日本の原発労働者っていう題で講演されます。この講演される方が今紹介されました樋口健二さんという報道写真家の方です。この方はずっと40年くらいそういう労働者をずっと写真に収めてきた方のようなんですけれども、12月1日に仙台弁護士会館にいらして、その実態をその樋口さんの 声で皆さん聞いてみていただきたいと思います。とにかく事故があった福島原発は1100人の社員がいたということです。ところがその他に9000人の、下請け労働者がいたということです。そして全国には1万人ぐらいの社員労働者に対して7万5000の下請け労働者が働いているということです。被爆しても、まだ大丈夫だということで、そこを限界まで被爆をして、なおかつそれ被爆したらもうやめろというような、なんていうか使い捨て人間のような形で働かされている労働者が7万5000人もいたということで、今もそうやって頑張っている方も
あのおかげで、まあ、徐々に直されてるんでしょうけれども、そういう問題のある原発はやっぱりやめさせようっていうことを私たちが声を上げていかないと、なかなかあの政治をやる方はあのなかなかやってくれないんで、やってくれる方はきっと少数だと思いますので、あの少数に託してですね、あとにかくみんな一緒に頑張っていこうっていう気持ちでいます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひ皆さん、12月1日土曜日2時から4時半までですので、時間のある方はぜひお願いします。あの本当に最近ちょっと 2,3 日前でしたかね、なんか水漏れあったんですよね、福井市で。そんで何リットル、そんなに大した量じゃないんですけども、あの高濃度の汚染水どうやってみんな雑巾ですよ、雑巾でこうやって拭いて絞って、そうやって回収してるんですよ、未だに。そういう仕事をしてるのが本当に日雇いとかいろんなことを騙されて連れてきた人たちがですね、あの本当のことを知らされないまま、ちょっとあそこ行ってこれやっとこい、でお金ちょっと弾むからっていう感じで、未だにそうやってやっとなんとか保ってるっていうことですからね。その人たちがいなくなったらどうなるんだっていうことでございますけども、本当にそういうことをしっかりと自分たちの目で確かめながら運動をやっていきたいと思っております。さあ、それではまだちょっと時間ありますので、ぜひこれアピールしたいということがありましたらお願いしたいと思うんですけども、どうですか、どんどんこういう場ですから遠慮なさらないで。あ、言いますか、はい、いいでしょう。じゃあ太鼓持ったお兄さん、ドアコーデを持ったお兄さん、ちょうど、はい、はい、どうぞ、はい、じゃあ、あ、どうも今日は、特大の仲間と仲間で来ました。そうですね、先ほど、何を喋るかということなんですけど、先ほど、チラシもお配りしました。で先週の金曜デモでも、呼びかけたんですけれども、今日も非常にいつもより集まっていいなっていうふうに思うんですけれども、週明けに、福島の郡山市の子たちが、集団疎開の権利を、認めてほしいということで、今裁判をやっています。でその月曜日に、それが仙台高裁で、行われる、審理が行われるということで、一日行動が呼びかけられています。そうですね、まあ実際に福島からも、いろんな方が来られますし、多分今回も、前回はその10月1日にも仙台高裁であったんですけれども、前回はその弾丸ツアーを組んで東京からも参加してくださった方もいて、まあ、仙台の地で、まあ、こういうすごい、やっぱり放射能の問題ということで言えば、子どもたちの未来がね、どうなるのか、健康がどうなるのかっていうことが、まあ、そういう意味では最大の問題になってくるというふうに思っていて、そこのことにやっぱり僕らが注目をしてるんだっていうことを、まあ、示していくという意味でも、28日の行動に、まあ、ぜひ皆さんにまず参加してほしいなというふうに思います。でもう一つだけ、僕たちの今の、やってることということで、まあ、大学の中でもあの原発反対のビラとかを撒いているんですね。で、まあ、今すごい、まあ、とんでもないことが起きてまして、まあ、東北大も、例外なく原子力村というか原発推進大学なんですけれども、週明けに、火曜日にですね、月曜日の次の日に東北大でも、原発反対なんかを訴えて集会を学内でやろうっていう話を、まあ、してチラシなんかを撒いてたんですけど、まあ、なんとあの大学が、学内で集会を禁止すると認めないということを、言ってきて、今立て看板がいっぱい、その大学構内には集会はできませんっていう看板が今キャンパス上に立てられたんですね。それが、おとといぐらいで、まあ、それでもまあ僕らは、まあ、やろうっていうんでちょっと決意を固めてるんですけれども、やっぱりそういう本当に許せないことがね、原子力村っていうのはやっぱり日常の中にあると思うんですよね。だから僕は本当に日常の中からどれだけやっぱり原発を支えてる大学の中から原発反対の声を上げていきたいと思っています。皆さんも一緒に頑張りましょう。もう一回な、20… あ、お昼休みにやりたいと思っていまして、27日の、12時から、お昼休みやりまして、夕方も、18時からこれは講義棟を使ってやりたいと思
していますので、川内北キャンパスですね。じゃあこれ学生じゃなくてもみんなで、ね、はい、学生じゃなくてもいいので、ぜひ皆さん、じゃあどうぞ皆さん応援に行ってください。あとそう、もう一つ、都会の方の時間と場所はどこですか？そうですね、時間、いろいろ一日中スケジュールが入っていて、一番最初が昼間ですね。チラシを配ったんで、そっちの方にいろいろ書いてあるんで見てもらった方がいいと思うんですけど、高根町公園から、レモン行進をやりますので、12時からですね、12時に高根町公園に集合して、一日中、いろいろ交流会とかも含めて21時くらいまでありますので、平日なんですけど、お仕事終わってからもイベントありますので、ぜひご参加よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これもなんか交流会が弁護士会館って書いてありますけどね、先ほどの、何でしたっけ、樋口さんのあれも弁護士会館、弁護士会館って本当に皆さん雑念パターンですか、弁護士の会そんなわけじゃない、ちょっと弁護士さんどこにあるんですか、はい、宣伝弁護士会は脱原発の方向で行こうということで、基本方針を出しています。で、小田川再稼働反対ということは明確には言ってないんですけども、いろんな考えの人がいるので明確には言ってないんですけれども、耐久年度を過ぎているもの、それから近くに、破砕帯とか活断層があるものについては即廃止という言い方をしてますので、小田原はもちろん即廃止っていうふうになります。ただ、弁護士会としてはですね、名指しでまだ言うだけのこう議論が熟してないので、そういう言い方をしていますけれども、私たち仙台弁護士会の考え方を全国に適用すると、活断層が近くにない原発っていうのは2つか3つしかないっていうふうに確か言われてましたので、全ての原発を止めなければいけないと、少なくとも私はそう思っています。今大井原発の活断層は調査をされていて、疑わしきは罰せずっていう私たちがよく使う刑事裁判の原則を適用すると、大井原発は、即止めていただかなければいけないわけですね。疑わしきは罰せずっていうのは、疑わしい時には、処罰をしないという、これはもし間違ったら大変なことになるということで昔から言われてきた刑事裁判の原則なんですけれども、原発はもし事故が起こったら取り返しがつかない、その近くに住んでいる人たちだけではなくて全世界の人たちが次の時代を迎えることができないという取り返しのつかないことがあるので、もし疑わしいことがあったら大井原発すぐに止めるべきだというふうに私は思います。こうやってデモをしていても、でも即原発ゼロになりませんが、今多くの原発が止まっているのは私たちが毎週こうやって歩いている力、これが絶対に影響を与えていることは間違いないと思います。なかなか1000を超えるデモにはなりませんが、少しずつ増やしていって、私たちが多数者であるということ、原発を止めてほしいというのは国民の中で8割9割を占めているということを、ぜひこれからも示し続けていこうではありませんか。頑張りましょう。ありがとうございます。そうなんですよね、パブリックコメントを見ても何見てもみんなほとんどの方は原発嫌だと思っております。それを代表してということで、それもう一つですね、聞きたかったんですけど、今電力の本社前で抗議行動をしている人たちがいらっしゃいます。だいぶ前からですね、同じく金曜日の夜デモとは別に本社前で静かにプラカードを持ってですね行動している人たちグループがいるんですけども、この間何かちょっと見てたら無届けでなんとかで太鼓を鳴らしたら検挙するかもしれないというですね、警察でそういう検挙されるんですか、太鼓を叩いたりする、なんか騒音がうるさいっていうね、あの辺民家ないと思うんですけども、電力あたり電話したかどうか分かんないですけども、とにかくそういうことで警察に行ったもんで、ちょっとこうあったんですね。逮捕されても困るなと思ってね、心配してるんですけど、金曜その東北電力で前でやってる方、どうしたことないですか、大原くん、はい、いらっしゃい、ちょっと一言、金曜の同じ行動を頑張ってるので一言ちょっと、はい、いらっしゃい、はい、走って、走って重いって、
にも出てたんですけども、私やっぱりあの電力前でアピールしたいということで、ずっと地道に頑張ってプラカード持ってやってます。ちょっと今日一言アピールして。東京電力本社前で、金曜日の、18時30分から20時30分まで、特に個人的に立っています。で、特に道路の使用許可は取ってなくて普通にあの黙って立ってるんですが、この前はあの皆さん集まってくれて15人ほど、集まっていただきました。ただそこでちょっと音がであの太鼓の音がうるさかったということで音は禁止になりまして、今日はですね17時から、18時30分まで立ってます。今日は警察がいらっしゃるということで今日は、入っていきたいと思いますので、ね、よろしくお願いします。あのくれぐれも捕まらないようにねお願いしますね。ちょっとあの弁護士さんにもちょっとついてていただきたいような気がしますけど心配なんですけどもね。じゃあどれぐらいもうあじゃあはい原発いらねっちゃのおじさんお願いします。ですね私あのメールマガジンでですね宮城脱原発情報というのをやってます。これはインターネットできない人も携帯電話さえあればメールで配信しますので、こういう今回 の、 金曜デモとかあと講演会とかですね、あと、まあ、福島でのちょっとテレビ新聞では流さないような情報を配信しますので、ご希望の方は私チラシ持ってますので手続きすぐできますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あ、なんかじゃちょっと短めにお願いしますね。はいはいはい、皆さんお疲れ様です。私は復旧復興支援宮城県民センターで、世話役を務めますライフワークサポートティビクラーと申します。皆さん方のこういった運動が一つ一つが重要な運動になってきまして、それがイコール国を動かす力にもなってきています。またさまざまな団体さんがそれぞれの立場で運動されていますけれども、今後はその団体 の、 連携もすごい必要ではないかなと私個人は思っております。またこういった形での国や県への意思表示、それも一つではありますけれども、私たち県民センターの方では直接的な意思表示をさせていただいております。それで今日も多くの皆様方にお願いしておりますけれども、一人一人 の、 思いや言葉を県政に届けよう、宮城県知事に届けましょうということで署名のお願いをしております。これまで2度直接的な提言をして申し入れをしてまいりました。これまでの提言では、約6万筆 の、 署名を届けさせていただいております。そこで女川原発は止めろ危険だということを訴えさせていただいております。まだまだ私たちはその足を止める気もございませんし、もっともっと多くの皆さんのご署名のお願いをしたいと思います。まだこの会場へいらっしゃっている方で、ご署名いただけてない皆さんがおられましたら、後ほど私の方にご協力のほどをよろしくお願いいたします。すでに しちゃった方はぜひもらってまた広めていただければと思います。最後にもう一つだけお願いです。ですね、今日も横断幕ちょっと破れてきたりであれなんで新しくしようということでまた切れ買っている準備したり、若干お金はかかっております。申請料とかお金かかるんですよね。でもするにもそれで小額でよろしいですから小銭カンパを今もありますのでぜひぜひお願いいたします。じゃあ最後にコールの練習というか最後行く前にやりますか。じゃあちょっと時間もないのでコールちょっと少しだけみんなで。そろそろ出発の時間が迫ってますので、1回だけ通しでやりたいと思います。じゃあ、コールいきます。女川原発最下の反対、大井原発直ちに止めよう、きれいな大地を取り戻す、取り戻そう、
に来てください。何も持ってない方、手持ち無沙汰の方、どうぞ。今日ペンライトない代わりに、どうぞどうぞ。はい、早間の町でこれしかありませんのでお願いします。はい、まだありますよ、お願いします。はい、先頭、こちらの方、はい、あの、強い、お時間の方に来てください。先頭、ここ誰か。
一番町ずっと行きますから。建設やめよう。大きな目を。
Thank you.
センターで、お疲れ様でした。でも、各国の方でお疲れ様です。お疲れ様でした。本日の参加は約800名のご参加が、どうもご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。